のの一種競競競技技者がが投げたディスクをを空中でキャッチしその得点を競うここで言うディスクとは、プラスチック製の円盤状のものを言い、大きさや重さ等は競技の運営団体により異なる。競技の種類は主にフリー部門とディスタンス部門の2種類がある。犬と共に楽しく遊ぶスポーツで、プロのように賞金で生活するようなスポーツではないが、 充実した犬との共存生活を過ごせる一面を持っている。主な犬種としては、ボーダーコリー、ラブラドールレトリバー、ゴールデンレトリバー、オーストラリアンシェパード、シェットランドシープドッグ、ウェルシュコーギー、ジャックラスセルテリア等が多いが練習次第でどんな犬種でも楽しめる。フリー部門は一般的に長方形のコートの中で行われる。 競技者は競技犬に対してディスクを投げるが、競技犬がディスクをキャッチする姿勢が高くあるいは回転しながらなどになるように投げる。フリップ系やボルト系等の技があり、これらを組み合わせて60秒から120秒の定められた競技時間内に音楽に合わせて踊るように競技する。競技はキャッチ率や技の出来栄えにより採点され、その得点を競う。 ディスタンス競技中の競技券、ディスタンス部門は一般的にポイントエリアとスローイングエリアで区分される、専用のコートにより行われる。ポイントエリアはスローイングエリアから遠くなるほど高いポイントにより、距離に応じて区切られている。通常は0から10ポイントのポイントが割り当てられている。競技者はスローイングエリアからディスクを投げ、それを競技券が追いかけて、 ディスクを空中でキャッチする。空中でのキャッチが成功する。あるいは、キャッチ後にスローイングエリアに持ち帰ると、キャッチして着地したエリアに応じたポイントが発生する。キャッチの際に競技犬がジャンプしてキャッチした場合にはプラス1ポイント加算するなどのルールもある。競技犬はディスクをスローイングエリアまで持ち帰り、これを競技者が受け取り再度投げる。 これらの動作を60秒から90秒の定められた競技時間内に繰り返し、その合計のポイントを競う。競技のルールは大会を運営する団体により若干異なる場合がある。競技への参加には、おおむね数千円程度の参加費が必要であるが、大会形式での練習会などを行う有志の団体もある。ありがとうございます。